ライオンと魔女は C.S. ルイスによる児童文学ナルニア国物語の七部作のうち最初に執筆、出版された作品、1950年に出版された。ナルニア年代記として時系列順に見ると魔術師の老いに続いて2番目に当たる。現代を直訳すればライオンと魔女と衣装ダンスである。岩波書店から出版されている日本語版の翻訳は、 セダテージによる。戦乱を避け田舎に疎開したベベンシー家の4人兄弟は疎開先の古い屋敷の空き部屋にあった洋服ダンスから別世界の国ナルニアに引き込まれる。そこは魔法が生き獣たちが喋り神話的生き物や妖精の住む世界であった。子供たちは不思議なライオンアスランに導かれてナルニアを支配する白い魔女から住人たちを 解放しようと奮闘する。ライオンと魔女をはじめとする、ナルニア国物語は、聖書を下敷きとしており、ライオンは、キリストのメタファーに、兄弟を裏切って、魔女の手に渡そうとする弟エドマンドは、罪を犯す人間のユダになっている。また、物語では、予言が、大きな役割を果たす。魔女の支配が打ち破られる条件の予言、ナルニアの解放と救い主である。 アスラン到来の予言、裏切りの贖ないに関する予言などがある。しかし、説教臭さはなく、生き生きとした冒険ファンタジーとなっている。ルイスは、当初、ライオンと魔女の続編を書くつもりはなかったが、出版社や読者の要望を受けて、シリーズ化したと言われている。ライオンと魔女は、友人の娘である、ルーシー・バーフィールドに捧げられている。 戦時中のロンドンから遠く離れたピーター、スーザン、エドマンド、ルーシーは、ある日、衣装タンスの扉を抜けた先にある、ナルニア国の危機に直面する。ナルニア国物語、第一章、ライオンと魔女を参照。日本放送で、2005年12月26日から30日まで23時 -24、002、朗読劇の特別番組が放送された。ルーシー役は、 元カリアユイカが演じた。ありがとうございます。